朝結構弱いんです。血圧も、下手した上が80で下50やったり、上90で、下50やったりとか、割と血圧も低いのと寝起きがむちゃくちゃ悪いんで、朝早い会議はすごく辛いんです。で、特に松野官房長官にがっつり言ってあるのは、閣議の前に官邸でやる会議やめような、と。つまり閣議が8時20分からとか8時台だったりすると、その前に閣僚会議を入れると7時台になっちゃいますんで、だから姉さんはなかなかこの7時台って言うと頭ぼーっとしてて回らんのですわ。化粧のりも悪いし、そんなことで、そこそこ、仕事はたくさんあるかなと思うんですが、機嫌を働かせていただいてます。